さん、こんにちは。ゆりこタイガーです。どうもお久しぶり。台湾から帰ってきました。実は結構前から帰ってきたんですけど、動画を撮るの時間があんまりなくて、本当にすいませんでした。ピンクで、まず、この動画ね、タイトルと、見てる通りも内容が分かってると思うんなんですけど、先に告知をさせていただいてください。もうすぐ私の誕生日になります。イェイ !23 歳になります。イェイで、せっかく誕生日ということで、7月5日は、配信、もう何年億ぶりの配信をやります。9時から、やるので、ぜひ一緒に、誕生日を一緒にケーキを食べてやりましょう。そして、次の日は7月6日は、秋葉原で、バーを借りて、ちっちゃいオフ会をやる予定なので、ちょっと気になってる方は、ぜひ、ここの下に、チェックしてください。7月は、本当もう、まるまる、いろんな、イベントとか、オフ会とか、撮影会とか、大阪までもね、行っちゃうからね、もう本当7月、年が取るからこそ頑張ります。なんだよって。はい。さて、今日は何年億ぶり。今日は何年億ぶり多すぎるよな。はい。ということは、焼きそばを食べたいと思います。イェーイ！知られてない方が多いと思うんですけど、私、ゆりこタイガーは焼きそば大好きだよ。大好きだよ。本当に多分、トップ5に入ってると思うんですけど、私は日本食がすごく大好きで、もう10年だからね、日本は。で、大好きで、焼きそばはね、カップラーメンよりももう大好きだから、それで食べてみたいと思います。確かにコンビニに食べに行くときは、正直、何の違いがあるのってちょっとわからないんですね。特に海外の方だと、もっとわからない。なんですけど、この10年間の経験を、せめて、食べて、比べてみたいと思います。イニシアも、レッツゴー！これで最初に食べてみたいと思いますが、実はね、みんな、あれ、気がついてない？あれ、誰がいるんですよね、この部屋に。あれ？誰がそちらにいてるんじゃない？ハモ。おはよう！おはよう！かわいい。そうね、部屋作ってあげたんですよ。はい。では、この、ペアソーグの焼きそばを食べてみたいと思います。ウィーふわふわ !OK! で、これで混ぜる。いただきます。甘くないこれねえ、なんかほんとカップラーメンでちょっと甘い感じと酸っぱいんだけど、なんか今までの焼きそばの中で一番変わってるもの、ちょっと個人的にはちょっと趣旨足りないなって。何点ぐらいにしようかな。50点60もいかないかなこれ美味しい美味しいけど、ちょっと物足りない感じはする。すごいシンプルなので、やっぱりそのソースとか、このキャベツみたいなものしか入ってないから、焼きそばって言えば、私、個人的は、マヨネーズかけたり、あと、太りやすいやつをかけたら、やっぱり、うまい。一平ちゃん。ちょっと待って、どこかでカタカナとか入ってないかなはい、やっと名前もわかりました。いっぺちゃんだった。いっぺちゃんだった。それはそうだな。あれ、平和の感じじゃないな、これ。何の、夜の店の焼きそば。あ！変態？輸出オツをかけます。おお、これ確かに航空、これ黒い。ああ。うわー、うまそう。これダイエット無理だ。今日ダイエットサボりですね。いつも通りの味。おかけ。おましょ。いただきます。ボンアペティート。いただきます。ボンアペティート。うん。うん。うん。うまっ。マンマミアン。え、ボニッシモ。やっぱりマヨネーズをかける。ソースは濃く。いいっすねー。うわー、めちゃめちゃうまい。やっぱりもうソースは全然違う。まあ確かにこれもちょっと甘い感じはするんなんですけど、やっぱり濃いだから、なんかその甘さよりは、酸っぱさ？酸っぱでじゃない。まあ、濃くの味はする。すごく。で、そのマヨネーズだと、なんかすごいやっぱりいいバランスで、クリーミーですよね。とにかく超クリーミー。もう本当にクリームみたいで、その、あれんじゃないですか。浴衣で着て、お祭りに行って、そこに飼ってる焼きそばにすっごく近い感じはするんです。これはやばい。もう、80か90点ですね。どっちかっていうと、私個人的には。で、多分、イタリア人から見ると、絶対、コクの方が好きです。もともとイタリアのパスタとかピッツァとかに、日本よりのサイゼリアとかよりも、結構コクな味で作られてるから、やっぱりこっちの方が、特にマヨネーズとかをかけると、イタリア人とか海外の方に、すごく人気なものになります。私は、最後に、これ、待ってたんですよ。そう。UFO というの焼きそばなんですけど、私はね、UFO の CM 大好きなんですよ。いや、いつも、なんか CM がすごいふざけてるっていうか、めっちゃ面白い CM で作ってるから、もう、めっちゃもう出たい気持ちめっちゃあるんですよ。もう使ってください。もう何でもしてもいいので、もう使ってって。ギャラは、もう10年のための UFO。ですが、すごく久しぶりで食べてないから、味がちょっともう覚えてないんですよ。でも、CM がいい。CM がいい。あれ、かぐやルーナとマキシン・ザ・ホルモンの CM 最高だったな、本当に。麺が今まで一番違う形はしてる。太いですね。頑張れ。頑張れ。なんかピンクのものが出てきた。お、なんかこれも、キャベツとベーコンなのかなこれ。ベーコンっぽいね、ものが入ってるとか、肉とか。はい。では、いただきまーす。食べる。うん。知るわけないじゃん。うん？What？ 全然違う。え？別のもの食べてるような感じはする、すごく。やっぱり麺の硬さは、なんか柔らかいし、手作りみたいぐらいんですよね。意外だった。なんかソースも今まで食べたの中で一番変わってる。なんて説明だ。いや、やっぱりまあ、麺が違うが一番だと思うんですよ。この麺でさっきのやつのソースとかやっぱりマヨネーズかけたらもう最高もう完璧になると思うけど、これだと、個人的は、でもまあ80ぐらいにいってると思う。80点ぐらいのもう入ってると思うけど、これ、男が好きそうですね、特に。ちょっともう一回一丁食べよう。うん。ほんと、物足りない。よし、いっぺちゃん。うまい、うまい。マヨネーズしか勝たんだな。難しいなこれ。はい、でも決めた。多分一番うまいのはやっぱりUFOです。なんか麺がやっぱりすごい美味しいってな感じはするし、ずっと柔らかい感じはするからやっぱり一番だけど、もうあんまりそこまで負けてないのやつは一平ちゃんだと思います。あ、起きた。あも焼きそば食べる？あも虫。ということで今日はイタリア人は焼きそばを、食べて比べました。でいつかまたこういうパスタとかそうピッツァとかねの昔やってたシリーズをもう一度やってみたいなって気持ち最近になってて、ぜひいいねとかコメントとかシェアをしてくれると、まあ、続けると思いますので応援してください。そして最後に私のファンクラブと Twitter にいろんなお知らせ、これからのイベントのお知らせ、どこで東京とか大阪で会えるのお知らせはいっぱい書いてるのでぜひフォローしてください。そして8月の方にコミケに向けますので、はい、コミケにも上がりました。イエーイ、コミケにも出ますよ、今年も頑張るってなるので、ちょっと忙しくなると思うし、ちょっと誕生日だけで7月いっぱいイベントに出ることにしました。ぜひ会いに来てください。チャオチャオ。Grazie per aver visto il video e buona yakisoba anche a voi.